目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日はポッドデスを使うんだけど、なんかランクマの上位勢がたまにアタッカーとしてこのポッドデスを採用するらしいので、俺もそれに習って使ってみようかなと思って育成してきました。今回は殻を破るからのバトンタッチ、ないしは自らがアタッカーになって無双していくタイプの、まあ割とメジャーなポッドデスではあるんだけど、殻を破るとバトンタッチ、これまあ共にまあそこそこ見かける技ではありながら、この2つを両立できるポケモンっていうのはガラル図鑑にこのポッドデスしかいないんですよ。だから、殻を破るから自らがアタッカーになって無双してもいいし、相手との相性関係によっては後続にバトンタッチでつないで全てを託してもいいっていう、まあなんかその盤面の有利不利を見極めながら立ち回っていくことで、有利にサイクルを展開できるいいポケモンだなと思ったんで、今回は使っていきたいと思います。まあそんなに説明はいらないかな。いきましょう。マッチングしました。タイガさん対戦お願いします。神剣珍しいね。ディアルがグラードン、バンギラス、ガラルヒヒダルマ、ウィンディといった舞台編成なんだけど、ちょっといろいろあるんだよな、言いたいことが。ポットデスから入ろっか。ポットデスから入って、で、ディアルガはジバコイルの、もう頑丈をミラーコートで倒しましょう。で、そうなるとやばいのは、もうあんまいない。まあ、ジバコイルじゃなくて、あれか、バンギラスぐらいなんで、ギラスは、まあ、フェローチェか、海洋ガでいけるが、神剣が出てくる可能性高いし、多分、ウィンディは俺の舞台には採用しないと思うので、フェローチェでいきます。お相手はグラードンから入ってくる。グラードンか。グラードンはどういう意図で入ってきてんだろうか。ちょっとわかんないや。ヒデリ、まあ俺は海洋が採用してないから今回は別にあんまり関係ないんだけど、バンギがいた場合のみポットですが何一つできないんですよ。ただまあフェローチェがいるからなんとでもなると、まあ殻を破るからかな一旦。岩石封じ、いやお前これで素早さの操作をしたいっていうか、なんでこんな火力が出んの不一致技で。グラードン強いなやっぱり。で、あ、弾だからか。命の弾だからだ。で、殻を破っていく。まあ、岩石封じで素早さ関係を操作したかったのかもしれないが、砕ける鎧プラス殻を破るのおかげで、まあ、しっかりと能力上がっているから、グラードも抜けていると。で、ちなみにこれは能力上昇が今、7件だから、これ1シャドーボールより不一致アシストパワーの方が火力が出る状態になっているので、アシストパワーを選択していくんだけど、バンギラス来ちゃったらもう何もできないから、俺はもろ手を挙げて、降参せずにバトンタッチで繋いでいく。あ、相手グラードンは普通に切ってくるというか、これ倒せるよな。強すぎ。強すぎ。本当に強い。これ1大サイコより火力出るからね、これ。アシストパワーは能力上昇1件につき、2つずつ、20ずつ火力が上がるんで、今、これ、7件だから、7件能力上昇してるから140上がってるんで、威力が160プラス、特攻アップもそれに引き継ぐんで、威力280とか出んのか、じゃあ320出んのか。怖っ。で、剣の上も取れてるんだけど、ダイマックス切ると、良くない。こいつがタスキだった場合終わるんで、だから頑丈残した神剣じゃねえわ、頑丈残した磁場コイルで処理できる選択肢を残しておく必要がある。まあタスキなんだろうな、出し方的に。オッケーオッケーす。でこれはこれでよくって、あ、辻斬り、すげえ、ちゃんと悪技持ってんじゃん、偉いね。まあ、今の環境特馬バドレックス意識しないと、てかケアしないと絶対死ぬからさ、これ A 上がるでしょ。オッケーオッケーオッケー。で、A が上がるんだったら、あ、これフェローチェでいいや。A が上がるんだったらフェローチェでいい。A が上がるんだったら、フェローチェで上取れてるんで、で、しかもタスキだからスカーフじゃないことも確定していると。ダイマックスは、フェローチェに切ればいいとも思うけど、これ相手のラストなんだ?いや、ウィンディだったらキモいか。ウィンディだったらキモいから、キモいけど、いやー、ダイナックルでいいかな。そんなに深く考えることじゃないと思う。うわ、マジで?これウィンディなのかな?うわ、ウィンディだ、マジか。あ、ちょっとこれ、また話変わってきちゃった。あ、めんどくっせーわ、これ。いや、ウィンディ
だったらくっそだるいな。これ鬼火まかれるんだよ。絶対鬼火まかれるから、まあこれのよだめ次第かな。よだめ次第でなんだけど、多分5つ目とか持ってると思うんですよ。で鬼火からのどうのこうので、多分ギリ間に合うと判断して、ここ鬼火から入ってくるを読んで、これ磁場コイルに交換しないといけないと思うけど、磁場コに交換したら交換したで炎技で焼かれるんだよね、うん、火炎放射とかそこらの、うわーと考えると、いやでも、まあ、いやーそ、まあ鬼火は鬼火なんだよな、ここ。これはちょっとまた話は変わってくる。だいぶきついかもしれない。うわー、ここを失ったの痛かったな。辻斬りか、まあいいや。これ10万ボルトかな。あ、まあでもこれ天候終わったから10万で、てかまあ炎技耐えると思うんで、ミラーコート特殊応用1点読みするのはさすがにちょっとよからぬことだし、相手の方が早い。フレアドライブ、これ特防じゃないわ、防御高いし多分耐えると思う。こいつ振らないでしょ、攻撃に。で10万で倒せたら激アツ。てかこれ多分これ勝ったわ。あ、倒せた、オッケー、これで俺の勝ちだ。イバンの実を持たせてあるんで、この磁場コイル、ちょうどイバンの実が発動する圏内で耐えてくれた。磁場コイルが偉すぎ。いや、試合運び完璧だったな、これ。神剣から入ってきた。まあ、大ウォールとか絡めてきたら、まあ、クソうまいと思う。いや、いける。10万ボルトで。これ、イバンの実で俺の勝ちです。大ウォールからの大ジェットで磁場庫が突破されたらまずいかと思ったけど、高3ってイバンの実の後に起動すんの。マッチングしました。カノさん対戦お願いします。ラプラス、無限大なザシアン、ヌケニン、ヌオウ、あとガラルファイヤーかといったところなんだけど、これはまあラプラスで初手ダイマ切って巨大戦術打って、で裏の2枚ザシアン無限大な通すみたいな構築だと思うんだよね。で多分いきなりからそれやってくるとは思うんだ。ベローチェでもいいな、初手は。これポッドデスの通りがもうありえねえぐらいいいんだよな。ポッドデスは絶対通したい。だから初手フェローチェ行って、ポッドデス裏で、やばいのはポッドデスの通り悪い相手としては、ガラルファイヤーが1位だから、まあ、そこに強い磁場コイル行こう。割とやはりラプラスから入ってくる。当然ラプラスなんだけど、まあ多分普通に初手ダイマだと思うんだよね、うん、受け出す意味がないから。氷のつぶてがあるかどうかにもかなりこの後の立ち回り寄ってくるんだけど、まあ初手ダイマだから相手の裏はザシアン無限ダイナなんじゃねえのかな。または受けでその抜け人とか湧いてる可能性もまあなくはない。ラプラス、いやこれポッドデスでダイマ切る動きに変わりはないな。で上から入るんだけど、ハチマキだからもう尋常ならざる火力が出ていて、でできればというか、これは倒されてほしい。巨大戦慄で、まあ、欲しいというか、フェローチェ耐久終わってるから絶対倒れるんだけど、でこれでこれがあるおかげで俺はポッドデスでこのラプラスを起点にできる。ラプラスは巨大戦慄を打つ都合上天候を変えられないので、ポッドデスの気合のたすき絶対通るんだよね。でしかも空やぶからの大最古でこの、ラプラスを突破することで、氷のつぶてからも身を守りながら、大魔を切って切り返していけると。なんだこの大ウォールは。わかった、これはわかった。これ絶対これつぶてで処理するためだ。多分これ気合のたすきケアされてると思うから、ここでこれってか、こうなるとさ、ん、辛くないですか、相手もう相当辛くないですか。唯一あるとするならば、いやこれ大魔切らないで、ちょっと俺の裏覚えてないや、磁場コイルか。いやこれ大魔切る必要が一つもないんだよね。アシストパワー打っちゃいます。そのこいつの先制技をケアする必要がもうなくなったから、これでよくって、で相手の裏次第なんだけど、ガラルファイヤーがいるんだったらここでダイマックス切っちゃうともうぴったりと止まるから、よくないと思って
あの大魔切らんかった。タワーマス、タワーマスターザシアンってことは、これ裏無限ダイナだな。こうなると絶対に抜け人がいないプラス、多分裏ヌオーでもないでしょ。ね、ここね、空やぶでもいいんだよな正直。てかまあシャドボ、シャドボでいっか。いや大ホローでいっか。大ホローでいいや。あの大ホローだったら倒せるんですよこれ。しかもザシアンの上今取ってるし、ザシアンが HP252 でも空やぶ大ホローで落とせる。かわいいよな本当に、このちょっと隙間から外にあの体出してる、顔出してる感じが本当にかわいい。でこれ大ホロー確一。ちょ待って、嘘。あ、じゃあむちゃくちゃ耐久に回してるザシアンだ。え、俺噛み砕かれちゃった。マジで噛み砕くとか採用すんの、嘘でしょ、怖。まあいいわ。でちなみにポットです、何がいいって、あのザシアンに対してあの電光石火が効かないから、だからその気合のたすきで 100% 2回行動できるんだよ。ちょっと待て、これさ、俺大マーメンあげてない、ポットですに。あ、これ雨あげてねえや、ごめん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 。これだって HP 大魔でこんなに低いわけないもんな。あ、違うか、んそんなもんだっけ。いや多分大魔あげ、え、あげてる、あげてなおダイマックス時の HP こんなに低いんだっけ、ポットですって。無限ダイナだったね。じゃあこれも勝ち確定だ、大サイコで 100% 勝ちっすね。ポットです舐めるとこういうことになるぜ。てかあと大丈夫だよね、一応素早さ4段階上がってるから。だから無限ダイナがこだわりスカーフを持っている最速の方であっても絶対に倒せる。いや強いわ、あ確かに強いわこれは。だからなんで、あ違う、壁があるんだ、ごめん。さっきからずっと俺ごちゃごちゃ言ってるけど、ごめん、あのザシアンが倒せないどうのこうのとかじゃなくて、これ壁があります、あの壁があるからあの倒せてないっす。ごめん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 、そう壁があるんや、失礼しました、大変失礼しました。でちょっとこれこうなるとすげえ話変わってきてる。これ外してるから話変わってきてないんだけど、あの裏のその磁場コイルの、あれミラーコートを読まれてなんか自己再生とかあのコスモパワーとか積まれてたらやばかった、うん、けどまあなんかメテオビーム採用型ってことはそういう無限ダイナじゃないんだろうな。マッチングしました、マグロたたきさん対戦お願いします。レイジューランドロス、ザシアン、ウルガモス、エースバーン、トリトドンからの、黒馬状のバトレックスといった部隊編成なんだけど、海洋画の通りはある程度よく見えるんだよ、見えるんだけどトリトドンがいるから安直に出すのは良くないって感じかな。これさ、ポットデスで積むのむちゃくちゃありじゃない、ポットデスむちゃくちゃありだと思う。これ海洋画から入ってで、やばいやつは、やばいやつはてかトリトドンはポットデスでキャッチして、積みの起点にしながら、あとは、まあ、フェローチェとかいいんじゃないかな。フェローチェは一撃の火力がでかいから、フェローチェですね。お相手はレイジューランドロスから入ってくるんだけど、レイジューランドでしょ。レイジューランド。レイジューランドだけど、これ絶対引いてくんじゃん。まあこの特性の起動順で俺がスカーフだっていうことも判明してるだろうし、まあさすがにトリトドン引きだと思うの、そのためのトリトドンだから。だからまあ素直にポットデスに交換してしまいますか、引けばいいと思う。これもうあのトリトドンここにでトリトドンが来ないんだったら、もうトリトドン相手パーティーに採用してる意味が一つもないから、もう絶対引いてくる。あ、そうやろ、そうやろ、でトリトドンだよな。オッケーオッケー、ここまでは対話ができてるぞ。たまにこの対話できない脳なしがいるからな、だから怖えんだよポケモン対戦って。殻破っていきます、もうバッキバキに殻を破っていく。ただちょっと熱湯があるから、熱湯があるところだけは注意なんだけど、まあとはいえタスキもあるしワンパンは絶対にされない。これどうなんだろうな、あくびか、あくびか、これさ、バトンタッチでよくない？あのバトンタッチはバトン先に眠気をあの引き継がないんだよ。だからこれ絶対バトンタッチだ。絶対バトンタッチにしよう。で、トリトドン引くだ。いや、完璧すぎる。完璧すぎ。で、レイジューランドが来るって話か。オッケー、オッケーす、オッケーす。で、こうなると、こうなると、
もううわこれどっちかな、どっちかというとこれカイオーガじゃなくてフェローチェにつなぐ方が妥当なんだろうか、どう思う？これいやこれフェローチェ、フェローチェだな、これフェローチェに交換しちゃう、フェローチェに交換してしまおう。でこうしておくと相手は絶対ランドで突っ込めないんだよ。だからまあラス位置が見れる可能性はあるんだけど、ラス位置がちょっとまだわからないから、まあ、トリプルアクセル1回打てばいい。あのトリトドンにも等倍で入るから入るし、ランドがなんか突っ込んできたら絶対倒せる。なんだお前は、トリプルアクセルをご存知でない。てかまあここはもうランド切らないと相手サイクル辛いっていう判断なんだろうな。いやこれ完璧だったな、これ完璧や。このねあくびループをバトンタッチで抜け出せるっていうこの一手が取れることがやっぱ今の環境でかいと思う。なんか隙あらばあくび打ってくるやからいっぱいいるんでね。でここでトリトドンでしょ、いやもう無理でしょこれ、相手厳しいと思うよこれ正直。でここでザシアンが来ないってことは裏ザシアンじゃないんですよ、ザシじゃない何か、トリプルアクセル連打します。相手は大魔は切ってこない、いやしかし結構硬えな、ギリいけないか、いや強すぎ強すぎ。ちなみにこのフェローチェこだわりハチマキ持ってるんで、まあ生半可な火力じゃねえよ、しかも A2 段階上昇でしょ、強すぎ。いや黒バドだったね、黒バドなんだけど、こいつがこだわりスカーフだった場合のみちょっとやばいな、スカーフだった場合のみやばいから、ちょっと待って、俺裏は大画か、ここは、まあ、トリプルアクセル連打安定かな、ここはトリプルアクセル安定で、おっと相手は大魔切ってこないしスカーフじゃない、じゃあもうこれ3立てじゃない。相対戦ありがとうございました。いやお前どんだけ急所当てんだよ、やばすぎだって、ピントレンズ持ってんのかっていうぐらい急所当ててたな。はい、カラヤブバトンが最強。はい、ということでね、今日はこんなところにしようかと思うんだけど、ポッドです、正直期待以上の働きをした、想像の10倍ぐらい強かったのと、めちゃくちゃ可愛いな、このポッドですの挙動。あ、俺もう、このポッドです、ワイルドエリアで眺めて一生過ごせるわ。あの正直ね、その純粋に火力も高い、で読み合いでも、あの読み合い強いやつはさらにアドが稼げる、で見た目も可愛い、もう8拍子揃った完璧なポケモンだと思うんで、あみんなもこれおすすめですよ。うん、今の環境に結構ね、マッチしてるんじゃないかと思いましたね。てなわけで、今日はこんなところにするんだけど、俺のポッドですの育成論は概要欄に載せとくから、よかったら使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。